フリッツ・ハイネマンはドイツの彫刻家である。現在のノルト・ベスト・ファーレン州のアルテナで生まれた。1863年から1869年の間、ニュルンベルクの美術学校で学んだ後、ベルリンの美術アカデミーに移り、18889年まで美術アカデミーでアルベルト・ボルフ、フリッツ・シャーパー、ゲルハルトやアネンシュラに彫刻を学んだ。 1889年から1905年の間はベルリン工芸美術館の美術学校で教えた。1888年に大ベルリン美術展に初めて出展した。1891年にパリ、1892年にローマで修行した。1912年頃はベルリンダーレムに住み、騎兵将校の娘と結婚した。 19世紀後半のドイツでラインホルト・ベガスラによって進められ流行したシンバロック形式の彫刻のスタイルを取らなかった彫刻家でアドルフ・フォンヒルデブラントの美術理論やオーギュスト・ロダンの作品に影響を受けていたとされる。ありがとうございます。